労働農民党は戦前の日本の合法サハム産政党である。労農党の略称で広く知られている。1926年3月5日に創立された。前年12月に結成された農民労働党が共産主義とつながっているとの県議で即日禁止されたことから当初は左派を排除した形で決闘されていた。中央執行委員長には日本農民組合委員長だった。 杉山本次郎が就任する。しかし、決闘後に地方支部が組織されていく過程で左派が流入、親共産主義の立場を取る左派の地方党員と、反共主義の立場を取る右派の幹部が対立し、1926年12月には右派が脱党して、社会民衆党を結成した。愛前後して、中間派が日本労働党を結成した。労働農民党は、左派が、 主導権を握った。3派が定立した。分裂後の労働の民党は、大山育夫委員長、佐里金光初期長が指導し、対価非干渉、労働法制定などの運動を進めた。最初の普通選挙となった1928年の第16回衆議院議員総選挙では、権力の干渉は厳しく、香川県から立候補した。 大山育夫陣営に対する弾圧は強烈を極めた。この時の現地の運動員として、当時農民組合の指導に入っていた後の小説家、島木健作がいた。しかし、全国で無産政党最多の28万票を獲得し、水谷長三郎と山本信春の2名の当選者を出す。特に、京都府選挙区から立候補した山本は、帝国議会で、 特別高等警察の拷問行為を暴露することを得意としたが、右翼青年に暗殺された。選挙直後の日本共産党員が大量に検挙される3.15事件が起こり、共産党活動家が多く労能党からの立候補者として出馬していたことをもって、労能党は決射禁止処分となった。しかし決射禁止直後に、大戦、最佐コラは100度解散。 百度決闘を掲げ、新党組織準備会を結成、労働党再建を目指すことになった。その後、労働農民党の流れは、中間派、右派に合流して、社会大衆党に参加するもの、労働無産団体協議会を経て、左派の日本無産党に参加するもの、日本共産党に参加するものと4分5列したが、戦後はその多くが日本社会党を結成、 社会党左派と呼ばれるグループを形成するに至った。ありがとうございます。